方にはやっぱそうですね、だから都会に負けてるとか、そういうなんかこう距離感を感じてたので、はい、で本の中であの書いてることは、そのなんかこのメイクが好きでとか、メイクが得意でとか、そういう方向きではない、ね、逆に言うとそのメイクってもうこうネガティブに思ってる人、で年齢いったらもうええわ、所詮はもうこの年でって思ってる人に向けての変わんない、まあ、いつも思ってしまう、そういう本に仕上げたかったので、ああなるほど、うん、自信が持てない人とか、はい、年を重ねるごとにどうすればいいか迷ってしまうとか、そういう方向けに、実はメイクっていうのはその潜在意識でやってるものではなくて、はい、その方のこう潜在意識の中で癖が出てるんですよっていうようなことを、まあ、書いてます最初に、で人によってはその家電って言いますけど、お母さんがすごくその美容にかけてたとか、はい、受け継がれてきてる家電ってあるんですけど、はいはい、その影響によってその子供さんの美容に対する意識とか、スキンケア、メイク、これの意識が変わる。あ、だからもしかしたらその、まあ、よく言う輪廻転生って言いますけど、はい、もう本当の昔からのこの受け継がれがこう DNA にあるんで、はい、不思議、不思議なんですよ。だからその人だけの責任じゃないんですよ、このメイクとか。ああなるほど。まずそれをちょっとリセットしてほしかったんで、まず一緒にそれをやってます。あーなるほど、あのシャキッとするタイミングだ、はい、私の場合はメイクやと思ってて、それが朝のこの神聖な時間にどうスタートするかによって、はい、実は積み重ねで、その人生が変わっていくっていうのはどこまで書いてるんですけど、はい、今問題なのはそのマスクの中の口角、はい、マスクの中の口角、これ見えないから、はい、普段だったら意識してこう口角上げて人になったり笑顔でっていうのがあるんだけど、こうやってるのはもう無表情になってるんですよ。あ、なんかそうかもしれないんです。はいはい、それが実はものすごくこの、あの潜在意識にずっと吸い込まれていくって、この潜在意識のことはもう皆さん知ってると思うんですけど、積み重ねによってその自分のこう、あの行動とかが制約されていく、はい、リアルだったら一瞬でこうやって会って、その雰囲気でごまかせるんですよ。恐ろしい話。それはそうですよね、こうやって会ってるから雰囲気が伝わる、ね、はいはい、だけどオンラインっていうのは、もう距離があるから、その熱量とかっていうのが全部見た目で考えられるんですよ、見た目とかその喋り方とか、だけど喋り方っていうのはまあね、あの、ラビアの法則で言うと、やっぱり見た人が7割ぐらいが視覚から入る、その時に話し方運の前にその暗い顔をどれかしてっていうところに入る、そのためにもやっぱり人とこう抜きに出たオンラインの作り方をするためには、はい、的に女性になるためにはということで、はい、眉の部分とかこの目の部分、はい、これはマスクしたままやってる人もいてますよね、いらっしゃいますね、だけどオンライン自宅でやったら別にマスクとかでもいいわけ、そうですね、その時にしっかりとメイクできて、セット体制でやってるか、だから完璧主義な人が完璧主義なところから、はい、もっと緩みなさい、もっとファジーになりなさいって言ったところで、言葉で言ったところになれへんでしょ、あ、人間ってガーも強いし、はいはいはい、そうですよ、そうすると女性の場合は顔から変える一番早いんですよ。へー、そうなんや、一番早い、顔変えたら服も変わるし考え方も変わるし、へー、だからそれのトレーニングというつもりで、毎朝メイクを勉強してくださいっていうのが書かれてましたよね。そうすると40代ぐらいからそれを意識して20年間の間っていうのが軽度認知症になるかななんかっていう、大体みんなそうなんです。なるほど。でそこからならない人っていうのは軽度認知症の段階で止めてるんですよ、でそれは何かっていうと面倒くさいとかなんとかっていう言う言葉があるんですけど、まあ、例えばメイクするとか、はい、毎日メイクしてる人はなかなかなってないです。なるほど。常にもやっぱり脳に刺激を与えながら毎日日々を暮らしていく、それはこのメイクとか美容の力とか刺激を与えられるものなので、若い時にやってなかったら逆に50、60、70ぐらいからメイク目覚めるとか、そういうのが出てきてるので、僕はそこに啓蒙活動したいなと思います。